第106回全国高校野球選手権大会第11日3回戦西日本短大付き京都国際2024年8月17日甲子園日本ハムの新庄志監督52が17日甲子園を訪問した母校の西日本短大付き福岡と京都国際の試合を観戦する白い T シャツに黒いサングラス姿で現れた新庄監督は 選手に向けて手を振る場面もあり、それに気づいた数人の選手も新庄監督に手を振る場面も見られた。また、来場に気づいたファンが新庄監督を一目見ようとバックネット裏に殺到。警備員が座席にお戻りください、とアナウンスで沈静化を図った。警備員のアナウンスで事態は収集しかけたが、パニック状態となり、新庄監督は一時退席した。 その後は再び座席に戻り、試合前のシートノックを興味深げに見つめる姿もあった。過去にはマイクロバスを送ったり、今大会前にも日本ハムのマンナミらのバット約20本を差し入れするなど母校への愛情は強い。西日本短大付きの西村慎太郎監督は高校時代のチームメートだ。行きます。ちょっとだけ見る。選手も僕が来て、グラウンドから顔を見るだけでもね。 一応、大先輩なんでと話していた。二人の高校最後の夏だった89年は福岡大会決勝で敗れた。西村監督は、あいつと一緒に甲子園に来れなかったのがこらがいている気分ですね。おこがましいですけど、それぐらいの気持ち。だからこそ負けたくないと春の近畿王者に挑む。